乃木坂46、毎年恒例、真夏の全国ツアーが開幕。井上和がセンター務める新曲も披露で大盛り上がり7月20日、乃木坂46、真夏の全国ツアー2024初日公演が、ヒョうせドーム大阪にて開催された。毎年恒例となっている乃木坂46、真夏の全国ツアー。今年は大阪、ヒョうせドーム大阪、愛知、マンテリンドーム名古屋、 そしてファイナルは東京、明治神宮野球場のドームスタジアムツアーとなっている。すでにデジタル配信されているニューシングルの表題曲、シートデイの初披露も期待されていた中、イントロが流れると、会場は待ってましたと言わんばかりの大きな盛り上がりを見せた。センターの井上和は、今日を迎えて、これから夏が始まるんだなと感じました。 今年も乃木坂46の夏をよろしくお願いしますとツアーの意気込みを述べた。メンバーの卒業を経て新体制となった乃木坂46が、新曲、シートデートともにこの夏をどのように彩っていくのか、今後の公演も注目だ。